ワシントン DC の本館国立公文書記録管理局はアメリカ合衆国政府の書類と歴史的価値のある資料を保存する公文書館、米国連邦政府下の独立機関である。奈良には、米議会の決議書、大統領の布告や行政命令、連邦行政規則集などを発行する義務がある。近年増えてきた一般市民の資料閲覧の監督、 複写や現像などの複製サービスも行っている。また学者たちが研究しやすいよう取り計らうのも役割の一つである。保管所自体は全国に33カ所を置かれており、本館と運営部門はワシントン DC にある。聖書を手に先生する9代目が修国アーキビスト、アレン・ワインシュタイン元来、連邦政府の省庁や機関はそれぞれ各自で資料を保管することになっていたが、 紛失や破損がたびたびあった。連邦議会は、連邦政府の記録、保存を中央に集めて一本化するため、1934年に国立公文書施設を創立し、その長官を合衆国アーキビストに任命した。長官は、連邦政府各機関から習え、遺憾命令が出せる権限を持つ。その後1949年に共通駅務長に、 組み込まれたが1985年に現在の独立機関となった。2009年現在の長官は10代目のエイドリアントマス。連邦政府が作成したものは著作権の保護を受けないことになっているため、奈良に保管される資料はほとんどがパブリックとメインに属する。しかし一部の資料は連邦政府以外の場所から奈良に移されたものであり、著作権や 寄贈側との契約に守られている。奈良は国家機密文書を保管し、奈良に属する情報安全保障監督局は、連邦政府の秘密区分システムの方針決定と監視を担当している。奈良の資料は紙、マイクロフィルム、航空写真、静止画、動画映像のプロジェクトを進行中で、2006年現在、所蔵物の約50%のデータが入力されている。 所蔵品、シリーズ、コレクション、ファイルユニット全てにアーク番号が当てられており、以前より管理、検索がしやすくなった。かつて導入されていたアーカイブインフォメーション番号からアーク番号に移行している。しかしデータベースに情報は入っていても、資料のマイクロフィルム化やデジタル化はまだほんの一部しか終わっておらず、オンラインで閲覧できる資料は全体のごく一部である。 2006年2月24日奈良は Google と共同して奈良所蔵の動画をデジタル化して無償でオンライン閲覧できるプログラムを発表した。奈良が持つ最古の動画である1894年のスペイン舞踊と日本の川下りの映像、クラークゲーブルの入隊などハリウッド有名人の軍隊活動を報道する1942年のプロパガンダニュース、 1969年の月面着陸ドキュメンタリーなど動画の閲覧が可能となった。奈良で最も頻繁に請求される資料は移民の国らしく家系図の調査と作成に使用されるものが多い。例えば1790年から1930年までの米国国勢調査、移民船やその乗船名簿、帰化申請書といったものである。軍の在籍記録は 先祖について調べるために、家系図資料として請求する、一般人と退役軍人の優遇措置などを受けるために、自身の軍歴証明書として請求する元軍、関係者によって利用される。研究者や家系図作成者のみならず、歴史に興味のある一般人にとっても、非常に興味深い資料が多く保存されている。奈良所蔵品の例ならには、機密指定を外され解禁となった。 太平洋戦争や沖縄統治に関連する書類、また過去から現在までの国際条約、外交文書、議会記録、連邦裁判記録、大統領メモ、国政調査、破産報告、軍隊記録、特許書類など、あらゆる公的資料が保存されている。日本人の研究者やアーキビストはもちろん、エリア51やロズウェル事件の真相を探る、UFO 研究家などにとっても、 貴重な資料の宝庫である。太平洋戦争に関する資料で言えば、新珠湾攻撃の戦線布告遅延や、アメリカ側の事前察知といった疑惑の検証、開戦前に、日本の機械式暗号が解読されていた、証拠、原子爆弾投下許可及び、目標都市の決定理由、スパイゾルゲや、東京ローズなど謎に包まれた人物、日本の分割統治計画や、 極東国際軍事裁判など戦後処理に関する資料などが公開されている。空襲時の航空写真、玉砕や日本人捕虜、GHQ 占領下の日本の様子などを写した写真や映像なども大量に保管されている。日本のアーキビスト、作家、新聞、雑誌記者、ドキュメンタリー番組作成者たちにとって非常に価値あるものである。日本の国家機関、大学、 地方自治体も国内外からコツコツと地道に複製資料を集め続け、目録作成及びマイクロフィルムやデジタル化を行っている。奈良で収集し複製された資料も国立国会図書館、日本地図センター、神奈川県横浜市、横須賀市、相模原市、岡山県立図書館、沖縄県公文書館、沖縄線関係資料閲覧室などに所蔵されている。 北海道大学スラブ研究センター、東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、関西大学、広島大学などの図書館にも複製が保管されている。奈良が所蔵する日本関連資料の例奈良はアメリカ合衆国の公文書館であるから、資料の内容はもちろん戦勝国アメリカ中心である。しかし莫大な資料を丁寧に発掘することで、 日米試験賞の有力な補助資料が発見されることもある。また、アメリカから見た日中、日韓、日露関係の資料を得ることもできる。日本国立公文書館との大きな違いの一つは、機密指定を外されたものは、大まかに処理されて中性紙製の箱に入った未整理状態でも一般人に閲覧許可される点である。 膨大な未整理書類は限られた時間で奈良を利用する日本人研究者にとっては研究を阻む要因ともなっており日本関連文書を探してリストアップするだけでも大仕事である特にアメリカにとって負の遺産となる書類は整理が後回しになったり機密指定期間が長かったり機密指定が外されても輝かしい歴史部分に比べてひっそりと公開される 真珠湾攻撃直前までの在米外交官、寺崎衛星の行動を連邦捜査局が登庁、備行していた記録、1942年に日本への心理作戦として、天皇の扱い方やプロパガンダ工作に言及した、日本プラン、占領下日本でのプレスコード関連、東条秀樹の遺書、西山事件で西山が発見した以上の量の密約証拠などが、 戦後何十年も経って発見されるのはそのためである。2000年12月27日に成立した日本政府情報公開法によって戦時中の日本に関するアメリカの政府記録がすべて公開されることになった。OSS の極東関係資料なども新たに公開された。独立宣言合衆国憲法権利焦点のオリジナル文書展示1935年開館の 奈良の建物は、ワシントン DC のコンスティテューション通りのナショナルモールの北側にある。メリーランド州に新刊ができて以来、アーカイブスアイ、アーカイブスダウンタウンなどと呼ばれている。展示目的と資料閲覧目的で入り口が分かれている。展示ホールの中心部は自由憲章、ロタンダといいアメリカ独立宣言。 アメリカ合衆国憲法、権利商店という三つの建国正式文書のオリジナルが一般公開されている。訪問者は自由に展示を見て回ることができるが、館内における写真撮影は禁止されている。他にもルイジアナ買収書類、奴隷解放宣言書、歴史的価値のある写真や古器物などが展示されている。本館では、家系図作成者が利用する移民、機関。 国勢調査に関する資料、先住民族の記録、独立戦争から米非戦争までの軍事資料、アメリカ連合国や奴隷解放運動の記録、司法や議会関連の書類、年金や不動産記録などを中心に保管している。カレッジュパークの新刊通称、アーカイブス通増え続ける資料で、ワシントン DC の本館が手狭になったため、1994年に、 メリーランド大学カレッジパークキャンパスに隣接する場所に新館が建てられた。奈良とメリーランド大学は協力研究を提携している。ワシントンの本館に対してアーカイブス2、アーカイブスカレッジパークと呼ばれる。新館では主に第二次大戦以降の軍事資料と映画、ビデオなどのメディア資料を保管しており、歴史研究者が多く訪問する。 本館と新館の間を頻繁に無料バスが走っており、奈良の勤務者だけでなく一般訪問者も利用できる。本館、新館以外にも奈良の資料文館がある。太平洋地区資料館、サンフランシスコ文館アジア系移民の資料などがある。最も新しい図書館、クリントンの大統領センター詳しくは大統領図書館を参照のこと。奈良は31代大統領。 フーバー以降のデータを保存し、大統領図書館に提供している。ただし37代大統領ニクソンの、ウォーターゲート事件の書類は、大統領個人の記録として、図書館に保存される質のものではないとして、2007年7月11日の、ニクソン大統領図書館の開館までは奈良で、保管されていた。フーバー以前の5つの大統領図書館は、奈良の管轄下にはない。 原爆投下を許可したトルーマン大統領図書館、沖縄を統治していたトルーマンからニクソンまでの大統領図書館には多くの日本人研究者が訪れている。奈良の施設は無料で利用できるが、大統領図書館は大統領自身や個人の寄付によって建てられ、博物館や墓地を兼ねた施設のため有料となっているところが多い。また、 生誕地など、大統領ゆかりの地に建てられているので、交通が不便な場合もある。複数の大統領図書館やマッカーサー記念館など、全米各地に散らばる施設を渡り歩いて、資料を集めるのは、時間的にも、経済的にも負担が大きい。21世紀に入り、資料のデジタル化とオンライン閲覧に向けて、計画を進めている施設が多く、研究者の負担も軽減されるであろう。 1973年人事記録センターでの大火災1973年7月12日にミズーリ州セントルイスにある文館国立人事記録センターで起こった火災は奈良に大変なダメージを与えた。軍人の記録を受け持つ、このセンターでは1600万から1800万の公式軍人に関わる書類を火災で失ってしまった。被害にあった記録は次のようなものである。 火災は人事記録センタービルの6階を全焼した。被害の後は2004年現在でも見ることができる。火事の原因ははっきりわかっていない。1975年の調査では、被害を受けた木崎橋から火災が始まり、非常に高温で全く換気がなかったか、ごくわずかであったということが判明した。6階の気圧が一定まで高まり、 密閉されたスペースの高温条件と重なり、脆くて乾いた書類が自然発火したのではないかと推測されている。しかし同時に火事の原因が直接の放火でないにしても、いくつかのゴミ箱に入っていたタバコの燃えかすが原因ではないと言い切れるほどの調査結果も出ていない。1974年に火災で損失を受けた軍隊記録を復元しようと、 大変な復旧努力が始まった。完全に失ったと思われた軍の記録も、大部分は入隊日、除隊日、軍隊活動の内容、最終の階級といった基本的な情報を再び集めることができた。兵役経験者を対象にした優遇措置を受ける際などには、兵役証明書が必要だが、ならでは、そのような書類の発行申請があった時には、 法級明細や治療カルテなど他の公文書を用いて証明書を発行できるようになっている。近年は証拠隠滅のための火災であったなどをいくつかの陰謀論が主張されている。アメリカ合衆国インテリジェンスコミュニティが進めている再分類計画とは、奈良諸蔵のアメリカ外交、軍事政策に関連する文書を再分類すること、特に機密解除された資料を 再び機密扱いにして非公開にする計画を指す。2006年2月、情報自由法を理念の一つとする非営利団体のアメリカ国家安全保障アーカイブは、1999年のクリントン政権下から隠密で始まり、911テロ後にジョージ・ W ・ブッシュによって一段と加速して歴史資料の再分類計画が行われていることを暴露した。 アメリカ国家安全保障アーカイブによれば、2006年2月時点で5万5000ページ以上が再び非公開になっており、50年以上経つ記録も含まれているという。ことの起こりは、2005年12月から翌年1月にかけて、マシューエードという情報誌の研究者が以前は閲覧、複製できていた15の資料が非公開になっていることを発見し、 ならに検証を提出したことにある。それに注目した研究者や団体がなら管轄の情報安全保障監督局による介入調査を要求し、同監督局はインテリジェンスコミュニティがどのような資料を非公開要求としているか監査した。その結果、1995年以降に公開された資料のうち少なくとも25,315個の 記録が回収されており、その約40%は審査する機関の許可なく、勝手に機密が外されたもの、残り60%は他の関係機関と公開について審査するべき資料であることが判明した。1353のサンプル資料を抽出して調べたところ64%がまだ機密を外すべきでない資料であったが、24%は 機密扱いの必要がない資料、残り12%は判断が難しいものであった。CIA などの政府機関が大量の書類を通告なしに回収して非公開にした手順には手落ちがあった。しかし再分類、非公開化はマスメディアがセンセーショナルに報道するほどの極秘化の計画ではない。クリントン、ブッシュ領大統領は国家安全に関わる情報は 公開を請求されても、書類作成省庁が拒否するよう大統領に提案できる国家の安全のために一部の情報を非公開にすることがあるなどと行政命令で明文化している。細分類の対象となっている資料はすべてクリントン政権下で機密解除されたものである。これは1995年に、 同大統領が発令した行政命令第12,958号が発端となり大量の政府資料が審査不十分のまま資料作成から一定時間が経ったという理由のみで自動的に機密を外して一般公開されたためである。核兵器情報などの漏洩の恐れがあり、クリントン自身が1999年に13,142号で、 この命令を改正し、資料の内容を再検討して、国家安全を脅かす可能性のある資料は、再び非公開することになった。政権を引き継いだ、ブッシュ大統領は911同時多発テロを経験し、国家安全に関わる情報公開には非常に敏感になっており、13,142号を改正した13,292号を発令。 軍事計画、兵器システム、他国政府情報、暗号、情報活動、外交政策とその情報源、国家間テロ防衛を含む、国家安全に関わる科学、テクノロジー、経済、核物質や核施設、国家安全に関わるシステムインフラストラクチャー、施設、計画の弱点や能力、大量破壊兵器などに関する情報を、機密カテゴリーとし、 機密解除についてもさらに厳しい基準を設けた。細分類問題の原因が政府全体で統一された非公開の基準がないこと、十分に審査の時間を取らなかったことであるというのは、ならも認めている。しかし国民が懸念するのは、非公開化は純粋に国家安全や生存する個人のプライバシーを守るためだけでなく、各政府機関の失態や陰謀の証拠書類も 国民の目に触れないまま永遠に封印されてしまうのではないかという点にある。研究者の間では一度公開されたものが非公開されたことによって生まれる不公平感や焦りがある。公開中に複製資料を手に入れることのできた運の良い研究者はその資料を用いて新たな論文を執筆できるが、その他の研究者は非公開になってしまった百九十九年以降、 閲覧請求が通らねばその資料に触れることができないからである。比較的情報公開が進んでおり、情報公開を望む市民団体の活動も活発である。アメリカ合衆国であっても、ことなら諸蔵の政府情報は無料で万人に閲覧され、近年はインターネットで世界中の人間が入手可能であることから国家の安全や 個人のプライバシーを考えて公開には慎重になっている。特に911同時多発テロ後はその傾向が強くなっている。奈良公開審査部門のホーム顧問、ゲイリー・スターンによると奈良では国民の知る権利と個人のプライバシーのバランスを常に考えている。すでに死亡した人間であっても遺族のことを考えて一部公開を控えることもある。 また特定できる人物に対して悪口、苦情、品格を落とす、下世話な事柄などが含まれている資料も公開を控えている。ならでは、テロの脅威がある現在、作成からたとえ何十年経った資料であっても、原子力発電所、ダム、橋、ビルなどの設計書や、兵器開発の研究書類や、開発研究者リスト、また旧、11調査委員会の資料などは、 要注意の書類で簡単に公開すべきでないとしている。一つ一つを見れば公開しても問題がないように思える資料も大量に収集して組み立てれば容易に全体像が推測できることがある。トム・クランシーが各小説の軍事戦略やテクノロジーが非常にリアルであるのは情報は探せばある。非公開のものも公開されているものを分析して 点を繋いでいけば浮かび上がってくるからだ、と本人も公言している。物理的な理由で非公開になることもある。奈良は慢性的な人手不足で膨大な資料を扱っているため、例えば副社して国家情報やプライバシー侵害部分のみをいちいち塗りつぶして公開するというような手間はかけていられないため、問題のある箇所があれば文書全体を機密扱いにしてしまうこともある。 電子的に塗りつぶすことも技術的には可能だがハッキングされる恐れを考えると電子マーキングに踏み切れないという。ならば議会や大統領からの要請があれば特定の資料を最優先して公開に向けた審査をしなければならない。例えば1992年にはハリウッド映画 JFK のためにわざわざ議会がケネリィ大統領暗殺記録収集法法令を作り 迅速に資料収集、機密あるいは公開扱いを決定して、奈良に保管することを命じた。2000年には、日本帝国政府記録公開法に従って、機密審査を行い目録やガイドも発行されている。しかし情報公開を急ぐあまり、奈良所蔵資料全体から見た各資料の関連付けや、シリーズとしての系統的な整理がきちんと行えない、まま公開することになり、 奈良のアーキビストたちにとって不本意な状態となっている。かつては手書きメモだった公文書が近年は電子文書で済まされている。電子文書も立派な公文書であるから奈良には収集、保存する義務があるが莫大なメールをいちいち保存、印刷する人間はいない。2006年現在電子メールを自動的に保存するシステムがあるのはホワイトハウスだけである。 ようやく法律が追いつき、紙とは異なる媒体も紙の書類同様の保存、廃棄基準の対象となることに決まった。電子記録アーカイブスの構築も始まったばかりである。http://www.bes.places t-o-w-o-r-k.org スラッシュ b-p-t-w スラッシュ r, k. r n k i n g, i n g a ラッシュ a g e n t s p h p コードイコール n q l a a and q e q l s c o r e ズラージハットデビット・フェアリードカンファームドバイ u s セネートアズ・テンス・アーキビストオブザ・ユナイテッドステーツナショナル・アーカイブス・アンド・レコーズ・アドミニストレーション http://www.archives.gov スラッシュプレススラッシュ p r e s e s r e e a s e s 2 0 1 a スラッシュ nr1a-18.html2009 年11月10日閲覧2010年に開かれた政府計画を開始して以来数多くの情報を デジタル化してウィキペディアにアップロードし、収蔵資料を広く公開してきた。2014年7月に発表された同計画によると、デジタル化された資料をウィキメディアコモンズにアップロードする作業は管理局の中核事業となる。コピーライト、リストリクションス、アンドパーミションスノーティス、ハットホアトイズ・イン・アーク、プレスリリース、 ハットアーク八万九千五十二スペインジップシーの、舞踊と日本の川下りアーク三万八千九百十九エブリバディ・ジョインズ・ U.S.O.F. エフハットアーク四万五千十七ザ・イーグル・ハズ・ランデット、ザ・フライト・オブ・アポロ十一日本プラン日本帝国政府情報公開法、なら、ユヘムディ、プログラム・コーディネーティング・コミッティ、ハット BBC ニュース、US リー・クラスファイング、パブリック・ファイルズ・ハット、 オードットレポートハット。オードットオブザウィズドローアルオブレコーズフォー。クラセファケーションパーパセス。ハットビル・クリントン。大統領令13,142号。2004年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年11月30日閲覧。ジョージ・ W ・ブッシュ。大統領令13,292号。 2006年8月31日時点のオリジナルより、アーカイブ。2006年11月30日閲覧。ザ・ホワイトハウス、エグゼクティブオーダーナンバーワン3292、公文書記録の開示及び利用審査 P8 から9、ウィキトーク英語版、トム・クランシー公文書記録の開示及び利用審査 P16 公文書記録の開示及び利用審査 P11 から12、 エレクトラーニクリコーズアーカイブスウェブンありがとうございます。